はい、うまくです。今日なんですけど、アマソラクリニックにダーマペンに来ています。今日は6回目ぐらいかな。このマスクちょっと大きめやねんけど、鼻のダウンタイム用に買ったんやけど、今はもうね、全然痛くなくて、もう少し小さいマスクでも全然 OK って感じ。はい、じゃあ行ってきます。はい、じゃあ今日はダーマペンやっていきます。よろしくお願いします。マシークリームになります。最近 YouTuber ルックブックやってたりするんですよ。なんか一週間コーデみたいなをやってる人が多いんですけど、やってくださいっていうこうリクエストみたいなのもらうんですけど、そんなおしゃれじゃないからっていう毎日どんな服着てるんですか。私毎日同じワンピースを着てますね。あ、家帰る、洗濯機入れる、回す、それ着て出るみたいな。私勝手に、うめこさんと一緒におしゃれして、慣れないねとか言いながら、おしゃれなとこ行きたいんですけど。いいよ。あれ、おしゃれしなきゃいけない。アフタヌーンティーみたいなとこ行って、みたいな。女子会ってこういう感じでしょみたいな。やりたいなって勝手に。アフタヌーンティー行きたい。行きたいですね。私も YouTube でしか見たことないわ。アフタヌーンティーにどんな格好を梅香さんがしてくるのかが気になる。やっぱちょっと女の子チックやフェミニーなのドーリーな感じですか。なんかそういうイメージなんですよ、勝手に。ピンですよね。ピンクのワンピーみたいな、フリフリみたいな感じ。そう好きです、そういうの。絶対そういう時じゃなくてやらないじゃないですか、それをやりたいです。コスプレみたいな感じで楽しいじゃないですか。でも、YouTuber が結構、なんかアフタヌーンティー行ってみたみたいな載せて、はい、出してるんで、ちょっと探しときます。ありがとうございます。いや楽しみ。予定が本当にないから、何かこう作らないと。あと何日って指折り数えて頑張れない。何だそれ。私あさって の, ズーマさんのライブがもう楽しみ。赤くなっちゃうけど大丈夫ですか。大丈夫です。マスクするから。マスクするから。洋服売ってるかな。まず服を買わなきゃ。はい、多分撮影はちょっと厳しそうだけど、はい、なんか多分普通に行きましょう。行きましょう、全然。で、インスタに載せる。はい、あ、いい。それが大事だから。はい、高級ホテル の, ところにあるっぽいですよ。なんで知らないんですか。自分から言っといて。高級ホテルにあるんだ。そうそう、リッツ・カールトンとか。はい、ヒルトンぐらいしかやってないと思ってました。でもビュッフェ最近ないしなみたいな。めっちゃ股間とか全然やってるっぽい。これはもう写真撮らないと。だんだん目からやろうかなとかやりたい。これマナーがあるらしいです。そういうのめんどくさいな。普通にいいんですけど。マナーとかあるし。服装が大事だから。そう。気持ちとかもそう。私もアフタヌーンティー一緒に行く友達とかいないから。ないですよね。今日鼻の頭どうしますか。大丈夫そうだったらやりますけど。大丈夫。それではおでこから始めていきます。前回ベルベットでした。そうそう、ベルベット好き。あんまりどうでした、あのツヤっとした感じ。あんまりでした。なんかダーマペンの方が大体のがきついから、やった感だけ。あなるほど。効果って言われてるのまだわかんないかなって。ズーマーさんのライブだから、おでこはあんまり今日やんない方がいいですか。大丈夫です。そうなんですか。私の顔なんか見ないから。じゃあちょっといつも通りします。なんかもうもはやマッサージみたいな感覚になってきたわ。強すぎますよね。大体皆さん おでこが一番痛いって言われてますからね。なんか今ちょっと気持ちよくなって寝ちゃいそうだったから。怖い。眉毛いいですね、すごく。そうですか。ちょっとさんやってるんですか。アートメイクですか。うん、アートメイク まだやってないです。今準備中で。準備中って何。準備とか言いますって。材料とか、あとはうちでやるとなると値段をどうしようかとか。ここでか。そうです。自分では、自分では。あ、自分やってるってことですか。あ、はいはい。あ、自分やってないですよ。やってないんだ。描いてるんだ、毎日。眉毛濃いんですよ、私。え、じゃあこれ全部自慢中なの。自慢中なの。でも足りないとこ欲しいなと思います。あの、
カメラのアプリ決めてます？あ、はい。あ、先生、何使ってるんですか？ビューティーカム。あ、はい。同じです。でも、ビューティーカム一択じゃないですか。あれしか漏れん。あれ作った人、マジ天才じゃないって思う。ナチュラルなんですよ。ビューティーカムとノーマルのやつを2つ比べてみたら、もう差に驚愕しないですか？いやいやいや、もうふとした時のインカメラの薄度、そうそう、あ、実際はこんなんなんだみたいな、はい、画質がすごいいいから、いや、なんかもういや、そんなに細かく映らなくていいよみたいな、本当曇ってるぐらいがちょうどいい、なんか鼻整形してからなんか結構こんだけダメージをするの初めてかも。うん、確かに前回ちょっとここやってなかったですかね。うん、でもなんか違う感覚が前と、はい、うん、整形前よりかはちょっとビビってます私も。いや、私もビビってる。え、なんかいつもと違うみたいな。優しくしてあげてる。お鼻に、うん、はい、感覚がちょっと違う気がするな。神経、まあ、神経ちょっと違ってくるじゃないですか。乗ってるからかな、上に組織が。ちょっと馴染んできたんですね。はい、あ、もうだいぶちっちゃくなりましたね。もう自分の鼻になってます。なんだろう、振動の感じ方が違う。あ、鼻の。そうなんだ。でも前よりなんか鼻先が硬くなってないっていうか、ちょっと柔らかくなったような気がするんですよね。なんか動きが出るようになりますよね。うん、じゃあこの上からパックします。あ、いい感じですね。いい感じだな。割れながら血だらけで、血だらけでいい感じです。じゃあパックなせますね。血が出た方がね、なんか効いてる気がするんだよね。今って何回目なんですか？コースは4回目、うん、だけどキャンペーンにいろいろやってるから、なんだかで6回以上やってるんじゃないですか？コースは4回目なんだ。すでになんか落ち着いてきてる気がするもん。早っ。なんか痛みがなんか和らぐんだよね。このパックいいですよね。うん、パックあるなしだと全然違う、うん、違うと思う。ひんやりしてるからかな。あ、それもあると思う。鎮静効果。今動画のコメント欄読んでるんですけど、さっき塩崎先生の糸リフトを投稿したんですよ。塩崎先生の人気が結構高いです。半分ぐらいは私と細井先生のファンなのかなって思ってたんだけど、そうでもない。エンディング動画って、あの、私の整形のビフォーアフターをするために流してるわけじゃないんですけどっていうぐらい整形のビフォーアフターに使われてますね。まあ撮ってよかったよね。でもあれ2月14日だから今もう3ヶ月前か。ちょっと待って、眉毛の効果絶大って。どんだけ眉毛なかったんやっていうね。銀座の七重ママに似てるっていうコメントもね、たまにちらほら来て、かなり好きなんですよね。なんだろう、かわいい。あと糸何本入れたかっていう質問も結構もらったんだけど、ちょっと聞いてみようかな。私モニターだったから、しかも忘れちゃうっていうね。そうですね、8本だったと思うんだけど、ね、状態になっちゃうと。アパレルティーの声が噂すれば。この間でももう本当にダウンタイムが終わったんですけど、なんか麻酔から覚めて第一言目がピエン。若者だな。いや、一言目でそれが出るって、あのキャラ本物なんだなって話を。ピエンとか絶対言ったことないもん。人言えないよ。どういうタイミングで使えばいいか分かんない。本当に最近あれですか、好きな人のことはスキピって言うんですか？スキピ言うじゃないですか。シクロから夜更かしでしかスキピは聞いたことない。いやいやいや、最近はスキピらしいですよ。スキピ欲しい。めっちゃ使ってんじゃん、速攻使ってんじゃん。取り入れる早くれみたいな。やっぱりそこはやっぱ最新の情報ね。すごい赤み引いてる。いや、引いてますね。早すぎる、この短時間でこんなに赤みが引く。
海子さんのダウンタイムが驚異的なスピードで治るから、うん、あんまり参考にしちゃいけないっていう話をファンとしてます。なんか結構言われる。ああはならん。むしろ私睡眠時間多分人よりちょっと短いから、多分治り遅いはずなんですけどね。なんかでも早いですよね。早いですよね。鼻もこんなにダウンタイム早いですよ。あ、そうなんだ。むくみが消えるの。おい、お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあまた、はい、次はアフタヌーンティーから。アフタヌーンティー、それかじゃあアマペンの次の役取って帰りますよ。よろしくお願いします。、はい、次回は5回目になりますね。予約が了解です。お疲れ様です。気づけよ、本当の価値はこれじゃない。君が生きるこの世界で何ができる、行動できるかできないか。